皆さんこんにちは、コーンカーイワー。 SA オーラフトリコレクションのコラボオーダーであるアンダーワールド6女神降臨オーダーを引くべきかについて話していこうと思います。まずこのオーダーはステップ5式であり、ステップ5で新星4が1枚確定なので、バースデー以外のステップ3式よりかは特定のスキルを狙いやすく、美課金やビギナーにおすすめです。ただし新星4は6枚なので、ステップ5確定枠の革新期は 16.615% になっています。新規ピックアップ4枚の場合よりピンポイント狙いが少し難しくなっているので注意です。このオーダーをおすすめする一番の理由は、このスキルがピックアップされてるからです。覚醒のパワーライズ3を持ってないビギナーはこのスキルを狙って引くことをおすすめします。青バラキリトのようにキャラ条件を満たすごとに効果が増えていくタイプのスキルです。リズベット1枚条件で攻撃力が 25% 上昇するので、リズベットの強い覚醒アビリティがあったら使いやすいですが、リズベットのビギナーでも使いやすい覚醒スキルがあまり存在してません。こういうことが起こるからリズベットの歴戦を引いておきたかったんだよね。リズベットの良いアビリティがない場合は片手コンを使うなら編成にリズベットのスキルを入れやすいですが、それ以外の武器を使う場合は他武器のリズベットの覚醒スキルを入れることになります。発動条件を満たさなくても十分強いじゃんというビギナーがよくいますが、確かにキャラ条件を満たさずとも使えます。しかし覚醒パワラさんの真骨頂はキャラ条件満たした時に上がる攻撃 20% 以上の上昇効果だと私は思っています。今では火力ではあまり使われなくなってきましたが、未だに HP 依存斧を使う場合などに使われるスキルを例に出します。今でも特別いいスキルを持ってないプレイヤーは全然使用候補だし、決して弱いスキルではありません。超強いスキルと比べると少し見劣りしますが、このスキルの効果に HP75% 以上の時という条件付きですが、攻撃力が 18% 上昇というのがあります。これだけで十分強いのですが、その効果より 5% 高いものがリズベットを1枚入れるだけで発動してしまうのです。タブキのリズベットの覚醒スキルを1枚入れてソードスキル枠を1枠潰しても、その分コネクトスキルを編成に入れてスキル周りを良くするという方法もありますが、自分が装備する他のスキルにもキャラ条件がある場合はスキル編成が難しくなってしまいます。それゆえ歴戦リズのようなビギナーにとっては汎用性の高めで使いやすいアビリティがあるとスキル編成がしやすくて快適です。歴戦リズはバレンタイン系のオーダーに入っていたので、来年の2月に再録されるかもしれません。直近だと5月18日にリズベットバースデーオーダーが来ると思うので、重課金税ならですが、そのオーダーで狙えると思います。モッドをスイッチ枠に入れて使う場合、シリカ条件を満たすとさらに強いです。シリカ1枚条件で、スイッチのスキル威力が 200% アップします。シリカのスキルだと、パワーライズ3という効果名は被りますが、同セットにこのスキルとリズを入れると、さらにスイッチのスキル威力が 200% 上がります。しかし雨上がりシリカが闇強化、静弱化の効果を持ち、ラスコレ勇気が静強化、闇弱化の効果を持つため、闇と静がそれぞれ 15% 上昇となってしまい、属性ダメージが少し微妙になってしまいます。使えないことはないですが、属性ダメ上昇値がそれくらいになっても、スイッチのスキル威力を上げたいならありですね。プチンの障壁、ヒースクリフなら、属性ダメのデメリットが強みを消す。ということがなさそうです。同セットにキリトを1枚も入れないだけで済みます。リーフは1枚条件を満たすと、自動回復効果が発動し、タンクでも使えそうな効果がつくのも面白いですね。HP 回復効果なので、HP 依存斧でも使えそうな効果です。同オーダーでピックアップされているこのリーフは、スイッチで HP が 15% 回復するので、すぐにスイッチを貯められるなら、さらに耐えやすいですね。土の直剣モッドに異界アリスと一緒に突っ込むと、スイッチで 8025% 回復になります。アスナ条件を満たすと、クリティカルを出しやすい片手再建で強い効果になりそうです。ギルランでも繰り出せれば強そう。同オーダーのフルバーストアスナは、バースト時にクリ率 1000% となるので、アスナ条件の効果を活かせそうです。これならラスコレ勇気の生息性強化効果も活かせますね。今後、ソロカオスで突生が弱点のボスが出てきたら使えそうですね。
同オーダーのシノンモトツセイです。こちらは17層フロアボス戦で使えます。攻撃モーションアニヒレート和射撃が早い、後ろに下がるモーションです。しかしこのスキルはフルバーストではなく通常のバーストスキルである点に注意です。試し切り一戦、キリトを持ってる人は生属性強化かつスタックブーストで弓と相性良さそうなので使用候補ですね。同オーダーのリズベットは烙印を持つのでギルランで使えます。コネクトに連結すると連結したスキルのクールタイムの5分の1増えます。そのため烙印を一人で維持するなら何も連結させないか他の烙印スキルを連結させることになります。ただこのスキルの攻撃モーションがクラッシュであり初撃の入りが少し遅いのでスキルを発動させてから初撃が撃たれる前にボスが突進すると当たらないということもあるかもしれません。デバフが15秒間でありクールタイムが12秒ではありますが初撃が少し遅いことを考えると維持の猶予時間は3秒より少し短そうです。これはコネクトスキルなので烙印を使わずチェーン効果を使うだけという選択肢ももちろんあります。 SP 回復の効果まで使うなら同セットにシリカ2枚を入れないといけない点に注意です。同オーダーのシリカはバースト時の効果に目が行きがちですが通常打ちの残弱でバフも強力です。攻撃モーションがエッジなので十分速く使いやすいです。もちろんバースト時の効果も強力です。ただし状態異常の敵に対して効果が発動するので今後登場するボスに状態耐性がつくと予想できるため残弱ボスが出た時に高い火力を出せるかどうかわかりません。状態耐性がつくと予想したのは状態異常の敵に対して効果が発動するインゴットが最近出てるからです。しかし効果を発動できれば十分強いです。ちなみにこのスキルはフルバーストではなく普通のバーストスキルである点にも注意です。ざっくりといろいろ言いましたがこのオーダーはラスコレコラボなのでこれを逃したらもう手に入らない可能性があります。今後使えるかわからないと思っていても後でめちゃくちゃ使えるスキルになるということも多々あるので何とも言えませんが強力な覚醒パワラさん、突然の弓バーストギルランで使える烙印など当たりスキルが多いのでビギナーにおすすめです。特に覚醒パワラさんを持ってないビギナーはステップ5まで引くことをおすすめします。ステ5行くまでに出たら撤退もありですね。覚醒パワラさんを持ってないビギナーは他にもっと当てやすいオーダーが出てなければこのオーダーが一番おすすめです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。